バッターから、25組、見ていただきました。はい、皆さんね、ぜひともあのお手元にあるアンケート、ご協力いただければと思いますので、ね、はい、お願いします。はい、よろしくお願いしたいと思います。はい、さあ、それではですね、いよいよエンディングとなります。出演者の皆さん、どうぞ。さあ、それではですね、告知ある方、お願いします。はい、じゃあ、デスペラーさんからいきましょう。はい、チラシ入ってると思うんですけど、10月ですか、はい、チラシ入ってると思うんですけど、10月の、はい、11月の30日に、はい、渋谷のシアターディーっていうところで8時から、はい、本領8期って、僕らあの NSC の8期生なんですけど、はい、養成所、はい、11年目になるんですけど、あの本領発揮っていう今更感に入れてるんですよ。いやいや、そんなことないですよ。そんなことないですか。君ちょっとツッコミが真面目すぎる。今ですかそれ。今ですかそれは。笑いで真面目がいいっていうのは昔の発想だ。いやいや、すいません、それはすいません。はい、漫才でタレントキャラですけど、エンディング審査員キャラやめる。審査員キャラって若手背負ってるからさ。代表でして、ありがとうございます。あと、来年のこれもチラシ入れさせてもらったんですけど、はい、ちょっと先の話ですけど、1月15日に、はい、10月22日にお亡くなりになった漫画家の風間山里先生の追悼イベントっていうのをやりますんで、はい、もしよかったら聞いてください。ちょっと頑張って、はい、RG さんに風間やんわりあるあるを歌ってもらおうかなと。あ、なるほど、RG さんも、はい、すごい、これはよかったら来てください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、それでは続きまして、本家さんお願いします。ありがとうございました。あ、ずっと撮ってるんですね。そうですね、ずっと撮ってますね。じゃあ、あとバカホでいいじゃん。バカバカ、バカバカ、バカバカ。フェイスブックやってさ、まあいいや、それは、はい、あの、マジカル綾香の写真送ってくんじゃん。個人的にいいですか。そういう芸人さんがいますね。なるほど。よく見るマジカル綾香のシェアがよく出てくる。シェアに来るシェア。どんな感じで、いまいち笑ってないじゃん。12月の7日土曜日にですね、松竹ネタやろうスペシャルというのをですね、松竹芸能なんですけども、新宿の門座という劇場がございまして、そこで、光ロケやピーマンスタンダードや、なんかその他大勢ですね、出そうでテレビに出ない人たちがいっぱいいて、断ってなかったら後ろ式に出ませんからね。だけど、まあ、面白いといっぱい出ますので、はい、ぜひ見てほしいなというか、もう一個だけ、あと、はい、12月からですね、なんか鳩バスで松竹芸人が案内する東京観光バスツアーっていうのが、そんなんやるんですね。僕も 何日か行くんです、はいはいはい、計6回ぐらい行くんですけれども、はい、忙しい、はい、あのなんか2、3時間いろんな案内して、なんか11時にスカイツリーの紹介とか、で11時半に浅草の紹介、はいはい、で12時から1時冗談言ってくださいって書いてあります。冗談を言うんでよかったら参加してください。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ続きます。ああ、ぜひ。マイク使うことないんだけど。はい、ごめんなさい、ちょっと皆さん。確認とか、ちょっと浜子寺子ちょっと落ち着いて。ああ、浜子寺子ちゃん、前の方が来る。はい。いや、仲いいと思う。浜ちゃんは、本当に練習してるんですよ、ちゃんと。すごく真面目なんですよ、芸人。なんでみんなもっと笑わないんですか、でも、私もいつでも他人なり準備できてる。さっき付き合おうって言われたんだよ、俺。気持ちいい。皆さんの気分を出して本当にごめんなさい。ごめんごめん。あなたうちに帰ったら会議いたしましょう。明日やるわこれは。見たドキュメントテレビ。ああ、先日。おちゃん、俺感動したのよ。これ先日こちらもね、ドキュメンタリーでね。本当に立派なの、お前何してんの。楽屋にチャンスをしろと、オナニーの話なんかしてんの。
見ないとまだね、多すぎて。気を取りたいとかじゃないんだけど、はい、7日公演
日もう時間帯は、はい、話を花のブログに載せるんでみんな見てください。よろしくお願いします。またしまったね、そこに。はい、じゃあ、いきますか。女性クラス、はい、ありがとうございました。はい、告知をさせていただきます。はい、まず明日、シャカリキライブというライブがどこかで行われるんですけれども、はい、どこかで、それはちょっとちょっと定かではないので、私たちのツイッターで詳細をね、ちょっとツイッターで今日中に更新したいと思います。なるほど。そして26日、ニューカマージュニアという渡辺エンターテインメントの、じゃあブツブツ言っちゃう。あるよ。ちょっとドキドキ、だから俺ずっと上で見てた時、隣にいて、顔見た時にすぐやれるタイプの。芸人かよ。絶対やるか。吉本さん、ほら。やっちゃうというか。やれると思った。未来人かエルモダブルはダメだよ。26日に、はい、26日ニューカマージュニアというライブも行われますので、はいはい、場所はお世話分かるんですか。場所は表参道グラウンド、はい、表参道にあるグラウンドです、うん、グラウンドで行われると、はいはい、今日の辰巳さんが私の母をいじってきたさ、はい、あ、お母さん
日本語あんまり知らない行きましょう行きましょうないっすかすそれ北千住に目見えない人がやってる美容室あるから何で言われてるの吉本さん何でもあるじゃんそんなことないでしょ全部持ってきますね本当そんな感じで本当にもう1位でもライブ、12月7日土曜日、同じ場所、同じ時間ですね、こちら中野芸能小劇場2時から開演となっておりますので、はい、ゲストもこちらの方も、足を運んでくださいということになっております。それではですね、以上、本日日替わりランチボリューム5